ホンダ CB、ホンダ CB1000 スーパーフォア、CB1000 スーパーフアは、ホンダ技研工業が、かつて製造販売したオートバイである。形式名 SC30。1991年に開催された第29回、東京モーターショーへ参考出品後、1992年に、同社の CB シリーズフラッグシップモデルとして、発売された、ネイキッドタイプの大型自動二輪車である。 1998年3月に後継となる CB1300 スーパーフォアにモデルチェンジされ製造販売が終了した。1987年に全自動二輪車登録台数119万9000台中 750cc 超クラスは12.4%の14万9000台を占めていたのに対し、1992年には122万台中21.3%に 当たる26万台にまで成長するものと推測され、ビッグバイクへの人気の高まりは、日本の自動二輪市場の成熟とともに、ステータス性の高い 750cc 超クラスへの憧れを持ったユーザーが増えてきたことの現れと考えられていた。一方で1989年に CB シリーズに憧れていた社内デザイナーが、独断でクレーモデルを作り始めた。 当初はキーの目で見られていたが、日が経つにつれ目を止めるものが増えていったことから、ホンダ技研工業では CB シリーズ次世代フラッグシップモデルを従来のバイク作りとは異なったアプローチで進め、自ら CB ファンでもある開発スタッフにとっても、ステータスとしての価値を十分に認める理想のバイク像の追求からスタートしたプロジェクトビッグ -1 コンセプトに基づいて開発されたのが、 本モデル並びに1992年4月に発売された CB400 スーパーフォアである。容量23リットルの大型ガソリンタンクや幅広、ハンドルによる大型な車体を持つ丸型断面交換のダブルクレードル形式フレームを採用するが、スイングアームなどにアルミニウム素材を使用するなど軽量化も考慮された。このため実際に走らせると意外なまでの警戒性を、 発揮する。エンジンは、SC24 型 CBR 旋回に搭載されていた、排気量 998cc の SC21E 型水冷4ストローク4バルブ DOHC4 気筒エンジンを、日常使用する機械の多い中低回転域での、特性を重視し最高出力 93PS、8500rpm、最大トルク8 6 k g ス m 6000rpm へでチューンした SC30E 型を搭載する。フロントサスペンションは 43mm 系のインナーチューブを持つテレスコピック式。リアサスペンションはリザーバータンク付けダンパーを採用する。ホイールは前後輪ともに8インチ中空3本スポーク式アルミホイールを装着。タイヤサイズは前輪が120、70R18。 後輪が170、60R18 である。また、前年式を通じて生産された白 X 赤塗装は、非常に手間がかかっており、以下の塗装工程は、以下のようになっている。このため、塗装境界面段差は、キャンディレット部分の方が低い。また、後継の CB1300 シリーズでは、キャンディレットを塗装ではなく、シート貼り付けとしたため大幅なコストダウンとなった。 1993年モデルモデル。ボディカラーは白 X 赤、黒 X 銀のツートンを採用。月間販売目標4300台で消費税抜き希望小売価格は92万円。1994年モデルへの一部変更を実施。スーパーフォア車退職に初の単色となるスパークリングシルバーメタリックを追加。ヨーロッパ。 北米へ輸出されたが日本国内向け仕様とは以下の差異がある。なお海外向け輸出仕様の最高出力は 98PS であるが、これは測定方法の違い並びに当時の日本国内に存在した出力自主規制によるものであり、実際には日本国内向け仕様とほぼ同じである。ありがとうございます。